ゼロに挑戦するセリーグ公式戦のタイトルパートナーです。絶対実現できない、絶対なんて誰が決めた。 CO2 が出ない日を作る会員だけのスペシャルプレゼント抽選もあります。株式会社ジェラよりつば九郎サイン入りクライマックスシリーズ公式試合球を5名様にご提供していただきました。こちらの応募方法はスワローズクリルマイページの上に応募バナーがあります。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより2021ジェラクライマックスシリーズセファイナルステージ東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ第3回戦の予定スターティングラインナップ並びにアンパイアをお知らせいたします。先攻のジャイアンツ1番セカンド吉川直樹、リード許してますけどね、まだまだここからですから、ね、みんなエナジーをそろそろ選手たちに届けていきましょう。後半もよろしくお願いします。はい、なんか昨日からなんかおかしな首の動きをしますね。大丈夫ですかそれでは応援団の皆さん、体育でリズムを作ってくれますか。お願いします。それではその座の皆さんも手拍子でいきましょう。さあ皆さん手拍子で空中クリニックは盛り上げていきましょう。すっぽり行くかなと思いましたけどもね。あ、最後ちょっと流れたんですね。惜しかったつば九郎、ナイスショー。以上、つば九郎の選手クルインパでした。つば九郎派手だね。
代打いたしました八尾田、そのままハイにレフト、レフトの亀井に代わりましてピッチャーセラロサ。本日の試合をもちまして東京ヤクルトスワローズが2021ジェラクライマックスシリーズで優勝チームに決定いたしました。ジェラクライマックスシリーズ点で物件を行いますので、ぜひお客さんにお立ち寄りください。クライマックス戦突破記念グッズの販売をスワローズグッズショップ球場店で行います。ぜひお立ち寄りください。さあ、クライマックスシリーズファイナルステージもスワローズファン皆さん、本当に力強い応援ありがとうございました、皆さんの、ね、応援を受けてスワローズは日本シリーズ進出を決定いたしました。また皆さんとは日本シリーズでお会いしたいと思います。